ストーリーが楽しめます。悩める主人公をうまく操って自由へと導きましょう。新しくストーリーを始めます。それではキャサリンの世界をまったりとお楽しみください。夜空が満天の輝きに満ちる頃、素敵な物語をあなたと。皆さんこんばんは。ゴールデンプレシアターへようこそ。案内役は私、ミッドナイトヴィーナスこと石田ルーです。ところで皆さんはこんな怖い噂をご存知？夜落ちる夢を見た時、すぐに眠りから目覚めなければそのまま実際に死んでしまう。今宵ご紹介するキャサリンは異色の恋愛ホラー作品。ある呪いに取り憑かれた男の恐怖の一週間を体験していただきます。物語の主人公はヴィンセント・ブルックス、32歳。彼とても真面目で優しい男なんだけど、ある日恐ろしい悪夢を見始めてしまうんです。そしてさらに彼を襲いかかる甘い誘惑の嵐。いや、もう彼ったらおいたが過ぎるんだから。果たして彼、人生の山場を越えられるかしら。全ての結末はテレビの前のあなた次第。さあ、お待たせしました。いよいよ始まります。それでは皆さん、また後でお会いしましょうね。ねえ、聞いてる？ねえってば。ちょっと聞いてんの？ああ、うん。なんか疲れているみたいだけど大丈夫？さっきからぼーっとしてるし。ああ、ごめん、仕事朝からだったから。Yo, 夢でキャンセルし1、2、3 get sucked in my sheets。 これは現実、それか dream。 混ざるミックスと濃厚なクリーン。繋がる仕組みは変と変、人との関係は end to end。 原点と Go 結ぶ点と点、あとはセンスで決まる運命の運命。 Left か Right か前後左右、 Move the brick、 Step up して解いてく trick。 Man, you gotta fight for your chick。 でももいるからできない pick。 時間はないぜ兄弟、踏み外せば兄弟。そんなショータイム、登れるとこまで登ろうかい。後戻りはできないこの後悔。ビッグなハウスにビッグなカーがなくても案外引っかかる。押したり引いたりして落とせる。頂上目指してやつ射止める。Life は結局バブルじゃん。弾けるまで要は夢見がちじゃん。
なんだ。何？助けてくれ。誰かいないか。早く登ってこい。誰だ。ここは一体どこなんだ。叫んでる間に登れ。急がないと落ちて死ぬぞ。落ちて死ぬ？マジかよ。足場が下から崩れ落ちている。方向パッドで急いで上に登っていこう。石を動かして足場にするんだ。一段ずつなら登れるだろう。動かすったってどうすりゃいいんだよ。 A ボタンで石を掴むことができる。石を掴んだまま方向パッドで押したり引いたりしてみよう。 A ボタンで石を掴むことができる。操作をやり直したいときに活用しよう。枕を手に入れるとステージをリトライできる回数が増える。見つけたらできるだけ手に入れておこう。Alright, I got it. むやみに奥へ押すな。上が崩れて登りにくくなるぞ。崩れる？石を闇雲に押してしまうと上が崩れて登りにくくなる。まずは引き出すことで足場を作ろう。教えとくぞ。これだけは絶対に覚えた方がいい。大事なこと。その石には妙な癖がある。変だけで下の石とつながるんだ。変だけつながる？どういう意味だ。石は真下に何もなくても下の段の石と変だけでつながって落ちなくなる。変はつながる瞬間青白く光るので確かめてみよう。
羊よ。死んでる場合じゃねえ。I got it. Edge. All right. All right, I got it. Edge. All right. Edge. Edge. All right. 変でつながるのはわかったか？わかんねえよ。要はなんか普通じゃないってことか？一辺でも触れてれば落ちないわけだから、階段状の足場を簡単に作れるだろう。まあ動かしながら慣れるしかない。意思で素早く階段を作ることが全てのアクションの基本になる。縁がつながるのを生かして階段状にしていこう。近づくと鐘の音が聞こえてくる。出口の扉はもうすぐだ。急っ、とにかく頑張るんだな。お互い生き延びられたらまた後で会おう。おい待ってくれよ。Alright, I got it. おめでとう。これで地下墓地は終わりだ。なんとか逃げ切ったみたいだね。明日の夜また会えるのを楽しみにしてるよ。
しもし。はい、知ってます。今日のレビュー俺も参加っすよね。マジですか。あ、いえ、バグだと思います。いえ、大丈夫です、今出ます。はい、あの、すみません。それより手当とかは出んの？手当？休日出勤のに決まってんでしょ。まあ、いや、特には。特にはってつくこともあんの？いや、ないけど。ないんじゃない。ほら、2個。あ、キャサリン、死ぬ夢とかって見たことある？死ぬ夢？死にかけたとか？いや、死んでく夢、殺されてくとかでもいいかな。ないかな。殺す夢ならあるけど。え？君らしいよ。何それ。ねえ、私たちさ、何年目だっけ？え？そういや、何年になるんだ。長いから分かんなくなってるよ。あー、どうだったっけ？こっちが聞いてんのに。最近さ、やたら親が電話してくんの。どうしてんだって。へー。もう年だし心配みたいでさ。仕事忙しいのは分かってくれてんだけど。うん、別に今のままで楽なんだけどな。まあ、なんていうか、楽なのが一番じゃん。先のことなんて分かんないっつうか。まあね。一人暮らしの若い男性がまるで高齢者の孤独死のような状況で発見されたこの事件。詳しい死因はまだ特定できておらず、警察では事件と事故の両面から捜査するとしています。なお、警察は始まってるから。おい、さあ、ビール2つで。はい。キャサリンさん、最近やたら親が電話してくるって言って。何も気にしてないって言ってんだ。フェザーだろって普通ねえ先輩。まあ、それってどうなの？つうか先輩はまた当たっちゃってくださいよ。いいって、嫌なんだよ、ああいうの。あ、それって結婚しろって意味じゃないの？やっぱそう思う？他にないだろ。そうか、結婚な。ガキの時分からお前とも長いが。いや、待てってジョニー、まだ決まってないから。彼女との結婚嫌なのか？そうじゃねえけどさ、大事だし一緒にいたいけど、なんつうか、結婚はまだいいんじゃないのっていうか、わかんだろ、今がお互い気楽っつうかさ。お互い？それっぽいこと言ってたんだって。今も仕事第一ってか、もともとやりたいことやってくタイプなんだよ。知ってんだろ。いつまでもそうってこともないだろう。そういうんじゃねえってん。きっと大体独身のお前に言われたくねえし。いや、俺は結婚は運命の相手とって決めてるだけだ。お前とは違う。今の彼女にも結婚する気はないって言ってあるんだ。運命の相手に会えなかったら？だったらする気はないね、当然だろ。さすがっす先輩。それより聞いたか、ポールの話。死んだってやつ。は？死んだ？え、ポールってあのポール？ああ、離婚したって話は聞いてたけど、元気そうだったからな、驚いたよ。なんで死んだんだ？事故か？いや、朝部屋で死んでんのを母親が見つけたらしい。朝って、それ。ああ、原因不明って話だろ、ニュースになってるな。怖え！マジっすか？
明日の朝俺たちも死んでたりしてバカやめろってのまたでっち上げて騒いでるだけでしょ偶然っすよニュースとかたくトビーは能天気だなそういや朝のことだけどさ実はガキん時以来の寝小便かましたんだよねなんだよそれ超怖い夢見てさま内容はよく覚えてねえけどうわお前いくつだよ32知ってるよなんか聞きたくねっすその話うるせえよマジ怖かったんだおいまだいろよなんか今日帰りたくねえんだよならキャサリンに来てもらえよ昼間会ったばっかだよそれにこんな話また心配かけちまうしああたくこんな奴のどこがいいのかねていうか悪い明日早いんだまあ飲みすぎんなよつーわけっす先輩悪いっすけどお先っすを開くと着信メールを確認したりセーブしたりできる一部のメールには返信も可能だ確認してみようヴィンセントが発言したり報道したりすると謎のメーターが現れ針が動くことがある何を意味するかはまだ秘密だがヴィンセントの発言や報道は結末に影響する覚えておこうとは思ってたけど仕事変わったばっかだし苦労はかけたくないよな You got mail. 迷惑メールか
話とかって彼女らしくないよな。 You got mail。 君か。何を戸惑ってるの？早く扉に入りなよ。もう引き返せやしない。ここは罪人監獄。迷える羊が死ぬまで囚われる牢獄さ。じゃあ今夜も始めようか。昨日の続きってことか。何なんだ。確かバーに女の子が来て、その後、あーくそ、思い出せねえ。どうなってんだ。なんだ、昨日の死にか。その声、昨日の。いいか、ひび割れた石には注意しろ。何度か乗ると崩れちまうぞ。マジか。ひび割れた石や重い石など石にはいくつも種類がある。初めて見る石には注意しよう。なかなかだな。ぶら下がれるだろう。こいつが結構役に立つはずだ。石を引いた時に足場がないとぶら下がった状態になる。足場がない方向へ自分から降りてもぶら下がった状態になるので試してみよう。そのまま横に移動することもできる。非常に役立つアクションだ。覚えておこう。I got it. Edge. All right. 先が見えないときは周りをよく見回せよ。
案外楽な登り方が見つかるかもしれないからな。右スティックを使えば周りを見回すことができる。迷ったら闇雲に動く前に周りをよく見てみよう。すぐってこったな。あと並んでる石はまとめて一気に押せるからな。一列に並んでいる石はまとめて押すことができる。一度に押せる石の数に制限はない。試してみよう。触れるとその場所からやり直すことができる。見つけたらできるだけ触れておこう。ずいぶん登ってこれたじゃないか。よく頑張ったな。上の踊り場で会おう。そこにみんなもいるからな。みんなって誰だよ。いつやるな。どうやら生き延びたらしいな。誰だ。羊。そう見えるか。俺にはお前が羊に見える。他の連中もみんなだ。その声、さっきの。お前何者だ。ここは一体どこなんだ。さあ、こっちが聞きたい。ただ一つ確かなのは、俺たちは逃げなければ殺されるということだ。殺される。ここを一度でも見たが最後は毎晩のように来ることになる。毎晩。嘘だろ。ここにいる全員が同じ運命なんだ。死にたくなければ登るしかない。上へ登れば助けるのか。確証なんてない。だが向こうを見てみろ。金があるだろ。まるで聖堂だ。聖堂。一番上までたどり着ければ生きてここを逃れる道があるのかもしれない。助かるってことだな。だから確証はない。そうとでも信じなきゃ正気でいられるか。ここじゃ冷静さを失ったやつから死ぬんだ。死ぬとかもう勘弁してくれ。言う通りにするから助けてくれよ。いいか、ここから先は自分で上を目指して逃げるんだ。俺はもう行く。そんな、待ってくれよ。お前も急げよ。おい。マジかよ。乗り場では記帳台でセーブしたり他の羊と対話したりできる。羊たちに積極的に話しかけてみよう。うわ、どこだ。ここは
何なんだこの汚い羊どもは。こっちが聞きてえよ。なあ、あんた、なんか知らないか。上へ行けって。てか、上に何があんだ。勘弁してくれよ。クソ、誰を蹴落としてでも生き延びてやる。邪魔すんならてめえも叩き落としてやっからな。逃げなきゃ死ぬんだろ。絶対に逃げてやる。こんなとこで死んでたまるかよ。助かる方法探してみねえか。一緒に協力してさ。お前一体誰なんだよ。信用できるわけねえだろ。俺は誰ともつるまねえ。騙されるのはもうごめんなんだ。次、私たち技を検討してます。生き残るための鍵ですよ。女の俺が見つけた技を教えてやろうか。ああ、ぜひ頼むよ。よし、俺のひらめいた技だからな。ピラミッドについて説明をしよう。登りたい高さと同じ数の石を引いていくのだ。ピラミッドのように足場を作る基本アクションをまずは身につけよう。どうだぐ。それだけじゃ厳しいと思います。こんな技も覚えないと。スライドについて説明をしよう。石を縦に並べて引いたら、次は下の石を横にずらすのだ。辺の特徴を利用した一連の基本アクションを覚えよう。辺と辺でくっつく仕組みを利用すれば、狭い足場でも急いで階段が作れるのだ。うお、あんたすげえな。どうだい、知らなかったよな。いや、知ってるよ。とにかく俺が言いたいのは、運任せに動かしたら終わりってことだぜ。分かってますよ。雑誌記者の勘が騒ぐというか、この危険な石登り、おそらくかなりの技が潜んでそうです。かなりの技が潜んでるか。どんだけ見つけられるかが鍵ってことだな。ほら、見つけたらすぐ俺に教えろよ。これは命令だぜ。次、使ってみたいですね。とりあえず落ち着けって。そう言って俺を油断させるつもりか。そんな手に乗るもんかよ。みんな自分だけ助かりたいんだ。俺だって誰かに突き飛ばされた。次は俺が突き飛ばさないと死ぬ。みんな自分だけ助かりたいんだ。ああ、どうせみんな死ぬんだ。それなら早い方が楽でいいよな。何なんだよここは。なんでこんな場所に連れてこられた。わかんねえ、俺も同じで。なんだよこの檻はよ。なんで羊が入れられてんだよ。もうたくさんだ、早くこっから出してくれ。次、使ってみたいですね。ようこそ国会の部屋へ。また新しい子羊が来たみたいだね。お前誰だ。管理者といったところかな。この悪夢の世界のね、あんたたち子羊は選ばれたんだ。みんな近々死ぬことになるだろう。は？ふざけんな。でも殺す前にあんたの命の価値を確かめたい。だから質問に答えてもらうよ。クソ、何なんだこれ。
第1問です。結婚とは人生の始まりですか、それとも終わりですか。自分の気持ちに近いと思う方のロープを引いてみてね。どっちだ。あんたそっちを選ぶんだ。ちょっと意外だな。何者なんだ。全部お前の仕業なのか。それは違う。僕はただ羊たちを監視しているだけさ。あんたをここへ落とした奴は別にいる。あんたがここに落ちて死ねばいいと現実世界で思ってる奴がいるのさ。ちなみにあんたの知ってる人だ。真相を知りたいならまずは生き残ることだ。じゃああんたを次の試練へ案内するよ。何なんだよ今度は一体。